令和元年台風第9号、フィリピン名、ハンナ、ハンナは2019年8月4日に発生した台風。7月29日頃にマリアナ諸島近海で形成が始まった低圧部が8月3日3時にフィリピンの東の海上で熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは3日21時に熱帯低気圧形成警報を発し、 4日12時に、熱帯低気圧番号 10W を不安した。フィリピン大気地球物理天文局は4日0時に、フィリピン名ハンナと命名した。熱帯低気圧は4日15時に、フィリピンの東の北緯17度25分、統計131度55分で台風となり、アジア名、デキマーと命名された。台風は初めフィリピンの東で、ゆっくり北西に進みながら、次第に、 発達、さらに7日頃から急速に発達し、8日21時に猛烈な勢力へと発達した。台風は8日23時頃に猛烈な勢力を保ったままタラマ島付近を通過した。先島諸島を通過する際、台風の進行方向に対して中心が左右にぶれる、現象が起こったが、これはトロコイダル運動と呼ばれる。台風は東、シナ海を北西に進み、 10日未明に中国石膏省大州市付近に上陸した。台風はさらに加藤を北上し、12日には渤海まで到達した。台風は13日3時に、下北の北緯37度、統計120度で熱帯低気圧に変わった。最盛期の状態で台風が接近した、先島諸島では4人がけが、約1万千戸で停電が発生した。 中国大陸に接近後は、石膏省、安徽省、山東省で200万人以上が避難する暴風雨をもたらした。また、豪雨により発生した洪水や土砂崩れなどの影響で45人が死亡した。この台風のアジア名、レキマーはこの台風限りで使用中止となった。ありがとうございます。